よし、よし、早いよ。早いよ。で、皆さんちょっと緊張しますか？そうですね。またこの若い2人がすごいんですよ。水を飲むなお前らは。休憩じゃないんだよ今。すいません。仲いいのかお二人が。そうですね。ね、そんなねイケメンに囲まれて生活できるなんて本当夢のような話じゃないですか。イケメンなイケメン。でも桐谷さんに言われると嬉しいですか。いやマジもね。マジでねやめよ。兄弟だったらどなたを。願う。私の一番の理想は年上でツンデレで可愛らしい男性。でも俺かもしれないですね。どういうこと？